秋山。どうも。ちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト？人生一家の室田です。命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、桐生さん。お前なんでここに？最近この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。東上界の菅井ってのも穏やかじゃないんで。桐生さんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ？いやよく見りゃ本当に四代目だったんですね。あの後カムロ町に四代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東上界以外にないんです。東上界の門がアジア街に火を？ええ。そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。でその抗争が収拾つかなくなると、サツはうちの六代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋界はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋界をカムロ町に引き込むためで、その後の抗争は六代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前俺は東上界の人間に襲われた。お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ、それじゃ俺はこれで。東上界には今の室田君みたいに考えてる奴が他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを聞かせてるもんで誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ？菅井たちと西洋会がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。カムロ町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを？
俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東上会と中国マフィアの抗争に加えて人権派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は分かってます。桐生さんが抗争を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。江戸と話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート。採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんが江戸に聞きたいことってのは。採用会が達川って男を殺した理由だ。達川、尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにも江戸と話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。